皆さんご機嫌いかがですか？イギミンです。前回のバンド交換の動画はいかがでしたか？僕も絶賛練習中です。さて今回の動画では時計の調整シリーズ第2弾コマ調整をお送りします。それではスタート。またまた来ました、イギミ商店の修理室。西ヶ谷さん、こんにちは。こんにちは。コマ調整の動画をお送りする前に普段使っている道具を見せてもらいました。以前から紹介しているベルジョンの時計工具セットからコマピン抜き機を使います。今回はピンパイプタイプのコマ調整をしていきます。コマピン抜き機のネジでピンを簡単に押し出せます。ネジを最後まで押し込んでピンを浮かせます。ピンが途中まで抜けたら万力などで固定し、ピン抜き棒を当ててハンマーで叩いて抜きます。同じようにコマのピンをもう一本抜いていきます。ピンセットなどでピンをはめたら、万力に固定してハンマーで叩きます。ピン抜き棒などで最後までピンを入れ込みます。今回はコマ調整の動画をお送りしました。自分で調整する方は道具を揃えておくと便利だね。ベルジョンの時計工具セットには手首計測メジャーも付属しています。コマ調整で活躍してくれますよ。このチャンネルでは時計修理に関する疑問、質問やこの商品はどう使うの？などいろんな声をお待ちしています。
皆様からいただきましたご意見を参考に動画作成を進めたいと思っています。YouTube 限定クーポン配布中。詳しくは概要欄へ。